広くて3十号釜跡は、愛知県瀬戸市にある遺跡。瀬戸用最古の釜として知られる。2006年9月27日付、瀬戸市指定史跡。横から見た、釜からだ、文、炎柱と小大列の一部が残存している。広くて3十号釜跡広くて3十号用遺跡、一愛一万博の会場となった会場の森に位置し、会場施設の建設に伴い2000年に、 発掘調査が行われた。調査の結果、10世紀末の平安時代中期に、海遊陶器を焼いていた穴倉用で、瀬戸市内にある鎌跡では、最も古いと判明した。時代的には、さなげ用が縮小して、瀬戸用に移行する時期にあたるとされる。なお、隣接して見つかった広くて20号鎌跡は調査後に、埋め戻された。 丘陵の斜面に作られた半地下式の穴倉鎌跡で残存長4.2メートル、最大幅1.45メートル。残存する壁面から天井部までの高さは約1メートルと推定される。床面の最大傾斜は35度で、天井は失われていたが滝口から燃焼室の分園柱、小成室までが残存しており、多数の回遊陶器も出土した。鎌跡は、 万博セット会場の施設として、保存、整備された。鎌からだには、大家がかけられた他出土品の展示施設も併設し、2009年現在も、窯の歴史館として利用され、年に数回の学習会も開催されている。指定、登録文化財一覧セト市 HP、ありがとうございます。